こんにちはは今日は有電体を考えるよ有電体って何かなっていうと実は電気を通さないこの不動体のことを実はコンデンサーでは「有電体」という言葉を使ってよく表すことがあるんだ。えまずこの「有電体」の説明をしたいんだけども黒板の方を見てみよう。えこれ以前に登場した「有電分局」という説明をしたいんだけども「有電分局」 でまさにこれ不動体だよね。でこの不動体に帯電帯を近づけた時に起きる現象なんだけども何が起きるかなっていうとこの不動体内部にある原子プラスに近い方がマイナスプラスから遠い方がプラスに帯電するとマイナスとプラスに偏えるとこの現象を分極って言ったよね。 一つ一つの原子が分極を起こすことによってこの不動体そのものが左側がマイナス右側プラスに分極を起こすこの現象を有電分極って言ったよねさらに外部電波が右向きであるのに対し分極によって生まれた電波を E' とすると E' は E とは逆向きだから結局打ち消す方向に働くことによって有電体内部は 外部からかけた電場よりも減少するのわかるよね合成電場を考えると e-1。ダッシュに減ったことがわかるよねこれが誘電分局の役目ださ。この誘電分局の事実を踏まえてえ、誘電体とは何かな？これを考えていこうね。 さあこれから有電体の役目を考えていきたいんだけどもまずは黒板を見てみよう左側のコンデンサーなんだけども面積が S 極板間距離 D で極板間は空っぽつまり極板間には何もないよね真空だと。い,いでこのコンデンサー左側のコンデンサーの電気容量 C はっていうといくらかな えもちろん極板間が真空であればイプシロンゼロディーヴンの S と表すことができるんだったよね。えこのイプシロンゼロ真空の誘電率えつまり誘電率っていうのは極板間の物質で決まる値だよね。えそして今えこのプラス Q マイナス Q が作り出す電場下向きの電場を E と表しておこう。えそして今度右側に右側のコンデンサーなんだけども。 面積と間隔は一緒のコンデンサーを用意しといて電気量も同じ Q を与えとこうそしてこの極板間をこれから有電体で満たすと有電体って何かなっていうと不動体っていうのと全く一緒なんだ電気を通さない物質ね不動体をコンデンサーでは有電体という言葉を使って表すんだこの有電体を入れるさ有電体が入ったと。 不動体が入ったときに当然電気容量は変わるよねこの C と区別して新しいコンデンサの電気容量を C' と表したときに D 分の S の部分は共通なのだけどもイプシロンゼロ誘電率が変わるよね例えばもしこれがガラスだったら今度はガラスの誘電率イプシロンゼロと区別して単にイプシロンと表すわ ここれはこの物質つまり有電体の有電率をイプシロンと表しておくとイプシロン D 分のとと表すことができるんだイプシロンゼロは真空の有電率に対してイプシロンと書いたのはこの物質つまり有電体の有電率が当てはまると違いがあるよね。どんな違いがあるかな結論先に言っちゃうと空っぽの場合に比べて必ず増加するんだ。 なぜ増加するかな？それを説明したいんだけども、まずプラス q マイナス q が作る電場はさっきと同じ方向さそれが出てくるよ。え下向きで大きささっきと同じ E だよね。えするとこの不動体に電場をかけると分極が起きるよね。それがついに出てくるよ。えプラスに近い側が マイナスに分極し、プラスから遠い側がプラスに分極を起こしてるよね。これまさに誘電分極が起きているわけだ。誘電分極によってプラスマイナスが生まれると当然新たな電場が生まれるよね。その電場がどっち向いかな。もちろんプラスからマイナスに向かう方向、これをイーダッシュと表しておこう。えつまり。 この誘電帯を入れると結局この極板間の電波は最初に比べると E' が生まれたことによって減るよね。電ん場が減少書いておこうか電波は減少したと。言いまず電波が減少したということは電位差も減少したはずだよね。なぜかというと電位差は イイかける曲板間距離と表すことができるよね。えそもそも電波っていうのはイ、e、イイコール電位差わる距離で表現できるのみんな知ってるよね。えだから電位差はイイかけるディーと表すことはできる。ところが電波が減少すると V もやはり減少するのわかるよね。え V が減少するんだけども。 コンデンサーの基本公式 Q イコール Cv に注目しよう。Q は同じでね。Q は変わらず。そして v が減少する。ちょ書いたは Q がそのまま一定で v が減少したよね。v が減少すると C は必然的に増加するよね。言い,いもう一回よ。Q が一定で Q イコール Cv の v が減ると C は当然増加する。 だからこそ電電体を挟み込むととと気容量増加するるいうことが言えるんだそこでどれだけ増加したかなというのを表すために割合を考えてみたいんだ割合ってどういうことかっていうと C に比べて C' が一体何倍に増えたのかな比を取りたいんだけども D 分の S っていうのはこことここ共通に含まれるから約分されちゃうの分かるよね。 え結局何が残るかなイイプシロンゼロとイプシシロロロンンゼととの比となるわけだよねえつまり電気容量の比っていうのは面積と間隔が同じであれば有電率の比になるわけだね。いいもう一回言うよ電気容量の比は真空の有電率と有電体の有電率の比となるわけだ。そこで有電率の比をひとまとめにしてイプシロン R と掛け表しておこう。 イプシロン R のことなんて言うかというとこいつを非非有電率って言うんだえこのキーワードね非有電率有電率の非だから単に非有電率って呼ぶだけだよねここまで大丈夫かなえここで分母を払うと C' は イプシロン RC と書き表すことができるさあ、えー、今日の一番大切な式はこれなんだけども、えー、つまり有電体を挟み込むと空っぽのコンデンサーの非有電率倍に増える、えー、増えると言ったのはどんな物質でもイプシロン R は一よりも大きいはずだよねなぜかっていうとここね、何も挟んでないコンデンサーに比べて電気容量増加した つまりイプシロンゼロよりもイプシロンの方が常に大きいのだから非有電率は常に1よりも大きいこことっても重要なとこなんだけどもさ電気容量は有電体を挟んだ場合は空っぽのコンデンサーに比べて非有電率倍に増加するんだこことっても大切なとこだよねそれがここに出るよさあ一回これ消そうかなえー C' ね物質を挟んだ場合 えこの有電体を挟んだ場合は空っぽのコンデンサーの非有電率倍に増加するまずこれしっかり覚えよねえそしてイプシロン R はどんな物質でも一応常に上回ってるんだこの範囲があるというのをしっかり覚えようねさあ練習問題やってみようね練習 起電力の大きさ V の電池と極板間が真空の電気容量 C のコンデンサーそしてスイッチ S を図のように接続しコンデンサーの外部に厚みが極板間距離と同じで上下の面が極板の面積と同じ有電体を用意するこれでね油電体を用意すると有電体の非有電率をイプシロン R とすると1番。 スイッチ S を閉じて十分時間が経ったときにコンデンサーに蓄えられた電気量 Q はいくらかなと。さあまずね有電体外にある状態でスイッチを閉じるとするともちろん電池によってプラスの電荷が運ばれる、ね、電池はポンプの役目を果たすよね。その結果コンデンサーの上の局番プラス Q 向かわせマイナスの Q に蓄えられるこれいくらかな もちろんスイッチをつないだ電池につないだんだからコンデンサーの電位差は電池で決まるよね。電池はもちろん電位差を保つって役目があったよね。もし分からなくなったら導線を塗りししてほいんだよね以前にもやったと思うんだけども電池の付局を基準つまりゼロボルトにするとこう全部塗っちゃうよ。ここの部分をてて塗り絵するとこうやって 塗り絵する。え、今塗り絵した部分は全部ゼロボルトだっていうことになるよね。え、それに対して電池のプラス側はっていうと、もちろんプラスの v 位ボルト。え、ここも同じ色で塗り絵すると。え、ここすべて塗り絵することができるよね。え、こちら側はすべて同じ v 位ボルト。もうこうやって塗ると。え、つまりコンデンサーの電位差は電池と同じだっていうのがわかるよね。え、するとコンデンサーの帯電量は。 もちろんコンデンサーの公式で解けるよね。Q、は電気容量 C と電位差は電池で決まる V なので Q=CV と書き表すことができるこれが対電量だよね。さあ続いてカッコ2やってみようね括弧2。スイッチ S を開いた後さあこの出だし重要だよねスイッチ S をまず切った後っていうところね。 そして有電体をコンデンデサーに挿入するとえこの場合のコンデンサーの電位差はいくらかなまず最初にスイッチを切るそれを書きたいんだけどもスイッチを切ってでその後でこの有電体を全部入れるという話なんだけどもまずスイッチを切った段階で何が起きたのかなっていうと上の曲板だよね。上の極板 この状態覚えてるかな孤立したよねえ外部と連絡がない逃げ場を失ったという孤立状態だよねえ孤立状態だということはそこにあった電気量プラス9はもう二度と変わることないよね後で有電体入れたとしても帯電量はそのまま保たれるそこを気をつけてよえもちろん向かわせもマイナス9そのままで さあこの状態で有電体を入れるというのを書きたいんだけども,もう完全に有電体を満たしたと。有電体を入れた後も耐電量はプラススマイナス9で変わらずだよね。じゃあ何が変わったかなっていうと電気容量は最初 C だったものが有電体の非有電率がイプシロン R ということはこのコンデンサーの電気容量は イプシロン R 倍に増えたのわかるよね。ここまで大丈夫な。えそして電位差はもう電池は関係ないよね。改めて下の極板を基準ゼロボルトに対して上の極板の電位え今度は V と区別ースで V ダッシュと表しとこう。V ダッシュが一体いくらかな。えもちろん改めて Q イコール CV の式を書いていきたいんだけども、対電量 Q は 新しい電気容量イプシロン r c かける新たな電位差 V' が成り立つよね。Q はもうすでに求めた括弧1で求めた CV を代入すると CV はイプシロン r c かける v と表すことができて両辺にある C は約分できるよね。するとこれで V' を計算すると両辺イプシロン R 倍イザ算すると。 イプシロン R 分の V と表すことができるイプシロン R ってちなみにどんな物質でもイプシロン R は1よりも大きかったよね1よりも大きいっていうことは最初の電位差 V に比べて減少したことがわかるよねさあどうだろうえこの問題の大切なところはスイッチを切ったというのが大切だねスイッチを切った段階で上の極板が孤立だから 電量が一点保たれてあとは有電体を入れることによって電気容量がイプシロン r 倍に増えたとあとは q=cv の式を使うと電位差がイプシロン r 分の1に減少したというのが分かるよね。さあ今日のまとめなんだけども今日は有電体が登場したよね。有電体 根本的には不動体と同じだということをしっかり覚えるね。もう一度黒板を見てほしいんだけども、左側のコンデンサーは極板間空っぽ真空だったよね。このコンデンサーの電気容量はっていうとイプシロンゼロディーブンネスとイプシロンゼロっていうのは真空の誘電率だよね。誘電率は極板間の物質で決まるんだね。右側まさに誘電体で満たすとすると電気容量は変わるよね。 何が変わるかなっていうと、誘電率が今まで真空の誘電率だったものが、誘電体の誘電率が温まる。その結果、電気容量は増加するんだったよね。その増加の割合を考えるために、電気容量の比を取ったんだけども、結局、電気容量の比は誘電率の比になるんだよね。その誘電率の比をイプシロンアールと書いた。こいつのことを非誘電率って言ったよね。 分母を払った式がこれだつまり有電体を挟んだ電気容量は空っぽのコンデンサーの非有電率倍になるまずこれをしっかり覚えようね。そして非有電率はどんな物質でも一を上回っているこの範囲があるんだよこれをしっかり覚えようね。